86か。Good。 いいか、カナタ。これから俺が言うことを絶対忘れるなよ。予選で一番重要なことは何が何でも完走することだ。車は絶対ぶつけるな。小田原パイクスピークは1周40キロ。MFG 開催コースの中でも最長だ。俺みたいなベテランでもコースのレイアウトを完全に覚えてるわけじゃない。オフィシャルの攻略サイトは見てるか？先輩、コースのレイアウトは覚えました。嘘だろ、何百回見た？3回くらいです。こんなとこで冗談言うな、カナタ。いいか、お前の車はパワーがないから上りは 70% くらいのテンションで走れ。下りはやばいぞ。特にセクター3は50から 60% をキープするくらいでちょうどいい。走り終わった時に俺が言ってる意味がよくわかるはずだ。よし、行け。86号車、車検テーブルに進んでください。次は初出場のルーキーが登場です。86号車はイギリスからのチャレンジャー、片桐かなた選手、19歳。かなた、嘘でしょ、カナタなの？なぜそこにいるの、カナタ？今、すごくびっくりした顔になったような。バークのバランスがいいです。これがあるなら当初の目的は果たせると思います。ついにトップ50に潜り込んできました。早い、ダウンヒルが早い。ニュースターの誕生を予感させてくれます。片桐かなた、19歳。嘘だろ、やべ。前橋、いや、凌介の携帯にかける。大至急。いや、この後ちょっと込み入ったオペが1件あって、その準備中だ。何かあったのか？いたんだよ、例の藤原の教え子が。リビントンじゃなくて片桐っていう名字でエントリーしてて、うっかりミスをした。そうか、それはいい知らせだ。そのドライバーには注目しておけ、文博。いや、すでに AI が注目フラグを出しちゃってるんだけど。俺が作ったレギュレーションの正しい解釈と攻略を実践できる可能性を持った MFG ニュージェネレーションだ。オペだ、切るぞ。いつものようにそっけない。って、レギュレーションの正しい解釈って何よ。俺でさえそんなの聞いてないよ。凌介！信じられないほどのペースで順位を上げていく86号車、現在44位。オートリーを通過してコースは間もなく湖畔を離れ、再び上り勾配へ向かいます。見た目がかっこいいし、ポイントランカーとしてのプライドがくすぐられる。それだけでもう十分だよ。神50入りなんて俺は望んでない。頼むから無理しないでくれ、カナタ。車なんてたとえ全走させたとしても、お前さえ無事で戻ってくれたら俺は笑ってハグする自信があるぜ。急半を下りながらのフルブレーキングからの右の直角、リアの下交差点を鮮やかにクリアしていきます。ご覧ください、86号車のドローンから送られてくる映像には競技車両前方の風景が全く見えません。ゾッとするほど怖い映像です。
スペースエリアでなんと8台のマシンをごぼう抜き。言葉を失います。私の貧困なボキャブラリーでは86号車のパフォーマンスに追いついていけません。26位、25位、こんなことが起こるから MFG は面白い。このドライバーの存在は間違いなく今シーズン最大のトピックになることでしょう。デスエリアを抜けた。86号車前方に大平台のヘアピンカーブがクリアに浮かび上がる。黒のパンダタレの藤原拓海の超高速四輪ドリフト。こちら尾形、残りは9台オーバー。決勝進出ラインの15位を守れるか。ここからフルスロットル。最高時速180キロの高速ドローンがじりじりと離れる。視聴者の皆様にはここからドローンの追跡映像をお届けできなくなります。5カ所に設置された定点カメラの映像でお楽しみください。2リッター NA のトヨタ 86GT がありったけのパワーを振り絞って前進する。分厚い大気の壁が86号車の前進を阻む。車速の伸びが鈍ります。目に見えない後続車たちがじりじりと迫る。やばいよ、6速が伸びない。一つ下がった。頑張れカナタ、踏ん張ってくれ86。カナタが命がけのドライビングで稼いだマージンが俺の車にパワーがないせいでどんどん奪われていく。たまんねえぜこんなの。ごめんなカナタ。時速230キロの壁に阻まれてもがく86号車。神フィフティーンのライバルたちのほとんどがここで時速300キロを計測します。ストレートエンドに待ち受けるのは東風祭り交差点、タイトな直角コーナー。思い切って突っ込みました。バランスを崩しながらもコーナーをクリア。まさに限界ギリギリのプッシュが続く。緩い S 字カーブを抜ければホームストレート、フィニッシュはすぐそこです。16位の車が 0.3 秒まで迫ってる。こいつにさえ抜かれなければ。逃げろカナタ、全力で逃げろ。本気でギリギリの紙一重だ。どっちに転ぶ。来てるのがパワーのある車だとヤバいぜ。けどこの位置にいる車にパワーがないわけねえか。フィニッシュは目前、あとわずかー。